皆さん、こんにちは。福屋駅前店で開催中の ネクストジェネレーションズ展に、在庫しております。本日は、12月31日、大晦日の5日目の、在庫日になります。今日はですね、こちらの2点をね、一気にご紹介していこうかなと思います。はい、帰る場所2って書いてますけど、こちら実は2連作になってまして、そのうちの一つです。一つはもうお読めりしたんですけれども、島根県浜田市の石見畳ヶ浦っていうところの、岩がいっぱいあるノジュールっていう岩がいっぱいある、こう珍しい海岸なんですけど、夕日スポットで有名でして、この辺がまあこの夕日の光が押し寄せてまして、その岩と光と波のコラボレーションというか、まあ、ちょっと一見何が書いてあるんだろうっていう感じになると思うんですけど、ちょっと抽象的な感じというか、こっちの光がこう押し寄せてきてるっていう感じの作品ですね。はい、続きまして、こちらが、ひっそりとそこにあるっていう題名です。こちらは、私の、家の近くの、二条城の堀に映ってる、お月様ですね。で、まあ、月明かりに照らされて手前の葉がこう光ってるっていう感じの作品ですね。で、私はまあ、さっきのこちらの横の作品もそうなんですけど、こう水面に映る光みたいなのを描くのがすごい好きでして、まあ、昔からすごい水面とか水っていうモチーフがすごい好きなんですよね。こう光を反射したり映したり、物を映したりとか、そういういろんな姿を見せてくれる水がすごい好きでして、でこちらの作品はまあ本当おぼろ月夜みたいな感じなんですけど、この映ってる月がですね、こういう感じで銀箔貼ってて、銀箔の上にちょっと白い絵の具をね、薄くかけてまして、ちょっとちらっと光ってくれる感じになっております。まあ、でちょっとこう影にもいろんな色を使ってたりとかして、ロマンチックな作品になっておりますので、でしかもこちら新作ですので、めちゃくちゃおすすめの作品になっておりますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。 なんだっけ 私はですね、12月31日午前までの在庫になっております。ぜひ皆さん会いに来ていただければと思います。私、年明けの3、4も在庫することにしましたので、まだもおりますので、お願いいたします。